取れた。それは死刑でしょ。なんで娘を殺したか言いなさい。早く言いなさい。僕は殺してもいい人間がいると思ってたんです。もう一度聞くけど、あなたは全部悪い。そうですね。あなたは確信を持って彼女が復讐を望んでいると断言できるのですか。これは娘にされたことの千分の一です。どうですか今の気持ちは。私は話す相手を間違ってました。毎日どんな気持ちで生きているのか、それはあなたに言うべきだったんです。もういい加減にしろよ。なんでだ、なんであいつを許そうとする。私の気持ちを一番分かってくれるのは彼なのよ。許せ。